今福島県は、大変そばが美味しいとこなんですね、はい。会津を中心に、今はあの県で推奨している会津の香りっていう品種を作ってですね、売り出そうということで、はい、全国でも、まあ、北海道山形に次いで多分3番目ぐらいだと、 今ちょっと分かんないですけど3番目ぐらいところがですね、やはりあの放射能の問題がありまして、検査すると全然問題はないんですけど、やはりまあ風評被害というんでしょうね、なかなかあの首都圏の方で今まで会津の福島県のそばというといい値段で売れてたのがなかなか売れてない状況、はい、やはりあの福島のまあ、蕎麦屋さんというのかな、福島のものを福島の人がやっぱり消費しないと安全だと言ってもですね、県外にじゃあ東京で売ってください、全国で食べてくださいと言っても、やはり福島市民の皆さんとか福島県の人たちが消費しないといけないし、それから福島の蕎麦屋さんも使ってないじゃないかという状況では、やはりあのなかなかそういう風評被害というのは払拭できないだろうというふうなことで、じゃあ、まあ、なかなかあの1店舗2店舗で言ってもですね、ちょっとそこ福島さん作ってるのっていうことで、厳しいこともあるんですけど、まとまってどこのお店も、まあ、そういうことで一生懸命やるということでなれば、なんとかそういう風評被害というのも払拭されて、まあ、福島の、まあ、地産地消といいますかね、そういうところにも少しはお手伝いできるのかなというふうなことで始まり、東京は、ね、あの思った以上にすごかったですね、5店舗で1000食以上は用意したんですけども、早々と完売しまして、そうですね、今日はあの福島県産の会津の香りっていう品種を、福島、私たちはそんなに今あんまり気にしてないんですけども、県外とかの方にアピールしたいっていうのと、あとは全て検査済みで何も問題ないっていうことなので、そういうのをアピールしていきたいと思ってます。